前さん、どうやら古い記憶が目覚めたようじゃな。ああ、巫女様を見た。そうかい。司祭は聞かぬし、語りもするな。見えたものは己の内に留めておくもんじゃ。武士殿はそこの仏で何かが見えたのか。お前さん、人の話を聞いてたか。どうなのだ。炎じゃ。炎。何を備えようともそれしか見え、一面のアシナを焼き尽くすような炎。それはこの話はしまいじゃ。酒を持ってきた。もらうとしよう。口に合わぬか。いや、うまい。じゃが、傷がうずくのよ。その左腕か。この酒を好きなお方に切り落とされたのじゃ。それは一心様よ。何故一心様が。切ってくださったのじゃ。飲まれかけたわしのためにな。何に飲まれかけたのだ。修羅。まあ、信じるか信じないかはお前さん次第じゃが、せいぜい気をつけな、修羅の影にな。ではな、また久しくらいなら貸してやろう。武士殿の竜害、治ったようです。ああ、これを武士殿に渡してください。これはあの人の好きなお茶です。皆既祝いに良いでしょう。茶を持ってきた。そうか。まったく、世話焼きやがって。茶だ。うまそうな茶じゃ。もらうとするか。しみれ。こいつを飲んでると、エマの父を思い出す。エマ殿の父上とは。道元。あいつは希代のクス氏だった。そしてからくりにも明るい。いや、からくりバカの息か。ちとふざけたやつだが、わしの恩人よ。お前さんの恩人でもあるぞ。どういうことだ。腕を失ったわしに道元が作ってくれた。今はお前さんの左腕にあるそいつをな。もっとも義手作りも初めは思うようにいかず、幾度も幾度も作り直してくれた。どうした。
忍び義手をまともに動かす修練じゃと言ってな。絵馬にせがまれ、駒やら何やら掘らされたものじゃ。そうしたことを重ね、忍びの牙と呼べる代物となった。いわば、忍び義手は、道元の忘れ形見じゃ。忘れ形見。随分と経つ。忍びを捨てたわしじゃが、それだけは捨てられなんだわ。ではな、また久しくらいなら貸してやろう。狼殿、よく参られました。改正の力は九郎様の竜院の巫女の力と言われています。改正の力を与えられた者は死してなお蘇る。幾度でもまた変わったことがあれば知らせてください。改正の力が何も見返りを求めぬとは思えぬのです。ではまた。
行分正隆なり。大手もこの行部が倒産。Yeah!
狼殿、よく参られました。かつてアシナに竜害が広まったことがあったといいます。その時は治すことがかなわず、助かる者はなかったそうです。そうか。我が師道元の悔い、わずかでも晴らせたのならばよいのですが。ではまた。お前さん、面白いものを手に入れたな。それはからくり筒、忍び義手の真となる仕掛けよ。どれ、仕込んでやろう。この仕掛けで何ができる？真となるこの仕掛けがあれば、筒薬と組み合わせ、お前さんの忍び義手の牙をさらに研ぎ澄ますことができる。筒薬とは何だ？からくり筒と共に使う鉄のくず、あるいは炎症といったものじゃな。使えそうな筒薬を見つけたら持ってくるといい。からくり筒が仕込まれていれば、筒薬と組み合わせ、お前さんの忍び義手の牙をさらに研ぎ澄ますことができる。使えそうな筒薬を見つけたら持ってくるといい。
死者があるところ、また供養集あり。どこへ行こうと、ご供養を欠かさぬようにの。ネズミがもう一匹、いや、その目、飢えた狼か。切る前に名を聞いてやる。名乗り！わしに名乗る名などないか。忍びは大概そうじゃ。名乗らず死におる。じゃが、その左腕、忍びギスとは懐かしい。なるほど。石腕の狼か。気に入ったぞ。ならば、セキロ、お主をそう呼ぼう。お前は何だ？わしはアシナの天狗よ。おう、セキロ。お主もネズミ狩りをせぬか。何だと？このアシナにはネズミが入り込んでおる。うじゃうじゃと我が物顔でな。ネズミもいろいろじゃが、それを片端から切り捨てるのよ。どうやらお主にも人斬りの才がある。その才を磨くのに役立とう。どうじゃ、セキロ。ネズミ狩りをせぬか。承知した。よし、セキロよ。ならばこれをくれてやる。ネズミの顔、それと巣穴じゃ。切ってまいれ。さすれば、お主の戦に役立つものをやろう。生き残ったのかい。鬼の行部様もやっと屍になれたかね。けれど何も変わりやしないよ。戦は続き、屍は積まれ、怨嗟ばかりが満ち満ちる。あんた考えたことがあるかい。そういう怨嗟がどこに積もっていくのかを。ないだろう。ないだろうね。だからこそあんたもあやつも哀れなことだよ。さあもう行き。ババが何を語ろうが戦はなくならない。あんたのお役目も変わらない。そういうものだよ。
狼殿、よく参られました。では一心の病、やはり重いようじネズミを飼ったようじゃな。ああ、やはりお主には人斬りの才がある。よし、褒美じゃ、取っておけ。これはアシナ竜じゃ。流派と言うても堅苦しい決まり事などない。ただ戦に勝つ、その一時を至上とする剣よ。ネズミ狩りに何よりお主の戦に役立てるがいい。
一心の病、やはり重いようじゃ。うん。たとえ源一郎が俺ど、アシナの国、長くはなさそうだの。して、もう一つの任は。城の蛇谷の側が、黒笠で騒がしいようじゃ。ならば次はそちらよ。だが最新にな、黒笠の無事な、生中にはやれぬぞ。
あれを戦に使うつもりだの。ああ、だが仕方なかろうて。アシナは今や存亡の危機、なりふりなど構っておれぬでな。じゃが、ええ、ちゃんとせえ、ちゃんと。そんな風では巻き込まれちまうぞ。一度来れば敵味方の別などなかろうでな。
ありがたいや、ありがたいや。何を拝んでいる？はい、お前さん、先方寺を知らんのかい？金剛山の先方寺、お問いお方がそこにおわす。さあ、お前さんも拝んでみ。ありがたいや、ありがたいや。心がけ、お前さんにこれを信ぜような。存分に拝むのじゃ。重ねてよき心がけ、お前さんにこれを信ぜよな。九郎様、刻限ですね。エマ殿、分かっています。源一郎殿がお待ちなのでしょう。天守の上階に戻ります。狼よ、あの時吹いてくれた葦の歯笛じゃ、こたびはそなたが音を頼りにきっと参れ。皆の衆、分かっておるな。来たるべきは葦名存亡の戦。一心様、そして葦名の民のために命を捨てて参ろうぞ。我らこそ葦名、不当の葦名衆よ。おう、葦名のために。
皆の衆、分かっておるな。来たるべきは、アシナ存亡の戦。一心様、そしてアシナの民のために、城の侍じゃないみたいだな。忍び、それもかなりの手だれと見た。おう。やっぱりか。だったらよ、この辺りの侍どもを黙らせちゃくれねえかい。ちと下手こいちまってな、しつこく追われて参ってるんだ。まったく、アシナの真面目侍どもめ、俺なんか追っかけてる場合じゃないだろうによ。ああ、もちろん礼はするぜ。俺の食いぶちは情報なんだ。この辺りの侍たちを黙らせてくれたら、いいネタを旦那に教えようじゃないか。手だれなんだな。助かったぜ。約束の礼だ。受け取ってくんな。じゃあな、旦那。縁があればまた会おうぜ。うん。会いに行くと危ない場所では飽きなわない。命あってのなんとやらだ。縁があればまたどこ。